こんにちは落合です最近なんか学内の所属がめっちゃ増えまして、えー、と一応、筑波大図書館情報メディア系助教をしてますとあと学長補佐を一応してます、最近。あとはね人工知能科学センターとてところと,と知的コミュニティ基盤研究センターってところを兼任しているので所属が5か所あるんですよね。 でうちのラボはデジタルネイチャー研究室っていう研究室で、えー、っと自分のベンチャーのピクシーダストテクノロジーズって会社の社長をやってますあとは大阪芸術大学とデジハリに入学すると漏れなく僕の授業が受けられるので今ならあの転学してもいいですよとか言っても嘘ですけど、はいえー、っと略あ僕ね筑波大の情報メディア創生学類を 2011年に卒業しまして、えー、と東京大学で2年で博士を取ってで筑波大の先生になりましたとその前にマイクロソフトリサーチで、えー、とインターンしてたりとか、えー、としてたりとかあと世界経済フォーラムのグローバーズ・シェイパーズやってたりとか所属がものすごくあるんですがまあ楽しく生きてますでえっ、ー、とまあなんか受賞とか死ぬほどもらってるんだけどまあいいや賞はどうでもいいでえっ、ー、とねなんだっけ えっと、リサーチする大学でリサーチをしてそれでプロトタイプを作ってで会社で製品化してでそれを市場に届けるっていうことをしていますとでこの3つのつながりっていうのは非常に僕の中では重要だと思っていてまずリサーチすると誰も知らないことが分かるとつまり誰も目をつけてないことが分かりますでその後、えっとプロトタイプで物を作って形にしないと誰かに、えっと、届くものができないとで最後に市場に転換しないと金が儲からないと。 この3つのえっとことを肝にしてやってますアーティストをやってる時はこのマーケットとリサーチとプロトタイプっていうのが間に合わさるような位置に自分が所属していると思っていてアーティストってさなんか技法を調べるし しかも自分で手を動かすしそれでいて作品って市場で売れないとあんまり意味がないわけです。で、この3つが備わってるのでメディアアーティストって言葉は便利だなと思ってよく使ってますと。あ,あそうだ、今日重要なこと言うの忘れた。あ今日のハッシュタグはシャープ落合陽一です。Twitter やってるユーザーの人は Twitter をあとパソコンな、ね、紙でノート取るのとかもうなんか全時代的だから紙でノート取らなくていいですよ。スマホでいいですよ、はい。よろしくお願いします。で、えっとね、そうだな。なんか。 あちょっと試しにつぶやいてみると、ね、気分が楽になるからどうぞ、はいはい、おじさん1分ぐらい待ってますからねおじさんといっても僕29歳なんで君たちよりちょっとだけ年上なだけですけどねえー、っとあそうだなんか重要なことあったなで僕が今すごくやりたいことはですねえー、っと一言で今やってることを表すとこのスライドだけになりますと僕のやってるデジタルネイチャー研究室とあとピクシーダストテクノロジーズって僕のやってる会社ねが目指してるものっていうのは 人類にととっっっっててててののの近代と現代現いいうううをどうやって終わらせるかっていうのがキーテーテマですと。つまり我々って今の社会ってすごく近代的ですつまり例えば法律って決まったのは1880年代ぐらいじゃんで我々が自分たちのことを人間って呼んでるけど自分たちの人間性っていうのは定まったのも1600年から1700年の間じゃんフランス人権宣言ぐらいの頃は我々って自分たちがどんな人間なのかっていうのをまあ想定してるわけですよ でそういうのをどうやって更新できるかっていうのが僕らの使命でつまり新しい技術インフラを構築して新しい自然観と表現を追求するとそのために計算技術を用いて音と光あやるい波動ボクセルの振る舞いをもとにした生産様式人のコミュニケーションにまつわるインフラを築くっていうのが、えー、と僕らの目標ですと。ねええー、とって言ってもなんか前提知識がないのでまず前提知識をそえるのに10分ぐらい使いますとじゃあまず、えー、と僕ねエジソンとフォードがいないと20世紀って今の形になってないと思うんだよね。 これが僕の一つの気づきですと。エジソンって何した人、じゃあちょっと当ててみよう、そこの黄色い人。エジソンは何した人ですか。フィラメン。トフィラメント正解。特許をたく。特許をたくさん取った、メタ的だね。トースターをっ。トースターって、で、エジソンが作ったの、俺知らないんだけど、マジ本当。はい、なんかの、のぞ、覗く映像を見る。あー、ヒネートスコープね。はいはい。電球。電球 蓄音機。蓄音機。電球しか,分か。電球しか,かない。蓄音機。あじゃあフォードって何したの？いやわかんない。フォフォードって何したの？車作る。わかんない。あ車作った人で合ってます。はい。で思うのはさ、で今バーって言っただけでも蓄音機とさあの映像とさ。 車って今は我々の社会を支えるだいぶ大きなものだと思います。ちなみにイジソンとフォードが当時コラボして作った一番最初の作品なんだか作品てかものがなんだか知ってるかなちょっと当ててみよう。イジソンとフォードね一緒に製作製品を作ったことがあって何作ったと思いますか。はい。分かんないね。分かんない。分かんないです。わかんないっていうのはね近代の産物だからなんか適当に言っとくと会場が笑って面白いよ。車、はい。車近い。 バイ,クバイクはちょっと退化したかないや車なんなん間違いないベンツベンツ,ベンツはベンツって人がいるな <laughs>、えー、何だろうセグウェイセグウェイあちょっとだいぶ近まってはいるんだけど電気自動車ですよねこの二人がコラボして作ったので当時から電気自動車って時速40キロで100キロぐらい走るものだったんだけど あのなんかどうやらバッテリー作るのはかなり難しいらしいってことをフォードが気が付いてこれを製品化するのはやめましょうエジソンさんってなったっていうことがありましたとで、まあ、要は何が言いたいかっていうととりあえずエジソンっていう全盛期最高にチャーミングな男を紹介しますでこ,いつのこいつをフェイスアップで笑わせるとこんな感じで笑うんですけどこんなんですねで、まあ、この人が言ってることっていうのは大体外れますと例えば映像装置を1人1個持つべきだって当時エジソンは思っていましたと。 各家庭に映像装置が1人1個分あるといいと。で、この左のやつがですね、キネトスコープあっていう上から覗くタイプの映像装置で、右が、えー、と壁に打ち付けるプロジェクタータイプの映像装置です。で、どっちが先に、えー、と発明されたかっていうと、キネトスコープです、左側のやつ。で、最初大ヒットしたんだけど、でも後から出たこのプ,リプロジェクター型のやつが一気に市場を巻き返すのね。で、なんでかって言ったら、だってみんなで映像を見れた方がコスト安いし、楽じゃん。 であ,とあっちが通るんだけどでもさ我々の今の社会ってみんなスマホ持ってるし1人一個のの映像装置の時代に、まあ、100年かけけて経ったわけですよだって昔各ご家庭にテレビとかありましたけど別に1人1個テレビがあったわけじゃないじゃない。 だけどスマホや携帯電話の時代になって初めてその技術インフラが整うとまたエジソン100年経ってもちょっとうまくいかない人になってしまったみたいな。で言ってることを他にもエジソン面白いのがあって例えば音楽っていうのは体感すべきもので蓄音技術っていうのは他の用途で使うといいだろう例えば詩の朗読とか手紙とかの代わりに録音したメッセージをこう渡したりしたら使えんじゃないって言って蓄音総長をエジソン当時聞いてるんですよ。これもまた非常に面白くて今の我々の世界ってさ、まあ、エジソンこんなふうに聞いてたんだけど。 あの蓄音機使って聴く音楽ってそんなにどんどん市場はシュリンクしててなんかライブとかの方が主たる稼ぎになってて録音したら音楽のよ,よいところが失われるってエジソンは言ってたんだけどまさしく100年してウォークマンとかで音楽を聴くようになったら良いところは、えー、と現場にあるってみんなが気づき始めたのが今だと思っていますと確かに音声コミュニケーションに我々使ってるよねでこれはさ小学校とかでよく習うじゃんあるべき電気供給っていうのは直流の形をしているってエジソンは 言っててエジソン電気会社は直流供給を主張するんだけどあのテスラ陣営は交流供給を主張するわけだでこれで敗れたエジソンの電気会社がジェネラルエレクトロニックの前身になるわけなんだけどでもさ我々って今皆さんお家帰ってパソコン使ったり充電したり気象ディスプレイ駆動したりするのにあのコンセントまでは交流できてんだけどほぼほぼ俺たち直流で物を動かしてるんですよわかる だって皆さん今、今交流でお家で使っているものってなんだろうじゃあちょっと当ててみようかな、これね、多分2個ぐらいしか俺、知らないと思う交流で使ってるの何テレビ、ああテレビでもね、多分直流あの、昔のブラウン管交流だったんだけど、今の液晶ディスプイは AC アダプターがついてるんだよね。はい、テレビ,テレビなんか モークダ扇風機,扇風機正解えー、っとそうですねあのいやなんだっけドライヤーとかあとはあさっきこの辺の人が正解言ってたのはいトースターは交流で使ってますねで要は今熱が出るようなやつとか力が出るようなやつ以外は直流に変換してから使ってますであのなのでエジソンの様相は概ね当たってるんだけど なんで交流陣営が勝ったかっていうとあの交流じゃないとさ遠くに伝達した時に電あの減衰がするからあの交流が勝ったんですよでもここまでエジソンのやってることをバーっと見てくるとエジソンって言ってることは当たってんだけど100年分外すっていう特徴的な性,性質があってでなんで外すかっていうとエジソンのラボって多分当時ではすごく最先端なラボでで電気はどこからでも取れて。 かついる人たちも超頭が良くて優秀でそんなラボの中でこれは流行りますって言ってるものは絶対に流行らないんですよ要はその後長く100年間にわたって社会に対してどうやってそれを普及させるかってプロセスを経てからじゃないとなんか理解されないっていうのがまあエディソンから得る教訓ですとでそれを思った上でエディソンってメディアアーティストなんじゃないかなって俺が思ったことが昔ありますとでこれがまあ僕が考えているメディアアートの面白いところでなんでかっていうとこの人ってさあの 運動エネルギーと電気エネルギーからどうやったら人間の五感に対して出力ができるかってことを考えてる人だと思うね例えばさ音が聞こえるとか映像が見えるとか光が光るっていうのはすごいあの根本的なところだけどそれを使って人間がどういう五感を得るのかっていうのが面白いこと考え方だと思うとつまり運動エネルギーから五感を表現するっていうのをやってたから今もう一回やるとしたらこのオーディオビジュアルのあり方っていうのをどうやったらもう一回発明できるかってことを考えないといけないなと思うわけですよ。 でそれがまあ僕の言うオーディオ・ビジュアルっていう近代的なものを更新する方法なんだけどで僕が何をやってるかというとですね、まあ、一番面白そうなやつから出そうかな。よいしょよいしょどれがい,いかなこの辺かなで、まあ、そう面々と世の中映像っていうものがあったんですけど、えっと、僕が最初にというかまあ博士、修士、君たちぐらいの時に一つ思ったのは世の中には映像っていうものがあると。 次にに他物質っていうものがあると映像と物質の境界っていうのは非常に面白いあのアートでもあるしなんだろうディスプレイとかの考え方だなと当時思ってましたでこれが、えっと、俺が筑波ば台に着任した時にちょうど発表したプロジェクトでフェアリーライツってやつなんだけどあのフェムト秒レーザーっていうレーザーがありましてフェムト秒ってあの10の、えー、っと何のピコフェムトだから10のマイナス12乗秒ぐらいですねえ ?12? 1 5 1 5 1 5だ。 1, そう 1, セン,チ1センチのお形を作るのになんか光学回路が回路長が6メートルぐらいあって、まあ、これめっちゃオーバーなんだけどだこのポイントはフェムトビオレーザーって普段あの半導体の表面とかに穴を開けていくのに加工とか使って熱を伝えないで穴を開けるとかいうのに使うんですよ。ってことは瞬間的にエネルギーがパッて出てくるんだけどあの後に残らないっていうか。 時間方向にはものすごく短いのであのすごい低エネルギーでプラズマ化するんですねこれビーズとかのライブとかでよく使ったらあのレーザービーンってやつの、えー、っと何分でしたか100分の1ぐらいのエネルギーで空中にプラズマ化できてますプラズマって結構普通にはなかなかできないんだけどそうすると3次元状のところをウィッとかけるとで昔ちょうどつくばにあった産業技術総合研究所が2006年ぐらいにプラズマで空中に核く装置とか作ってたんだけどその当時のやつは1キロワットとかのレーザーを 打ち込んで作ってたからそれに比べると何分の1だえー、っと1万分の1ぐらいのエネルギーでプラズマ化できるようになりましたすごく面白いあそうするとさ硬い空中映像みたいなのができてきてでこれ面白いなと思うとそうするとな世の中にある物質的なものの上に映像的な形を出力することができるから、まあ、それは面白いんじゃないかなと思ってこんな研究とかを えと26ぐらいの時かなに何かやってましたねこのレーザーソースを何か作ってもらうのが大変でこれはちょうどシン c 機っていう車メーカーの、えー、とサンフランシスコの研究所に何かいい感じのレーザーがあってでそれを何か使わせてくださいっていう交渉が一番大変だったかなと思いつつ作ったりしてましたね。 ここんなことと。してますとでこういうのをして何がやりたいかとあこれはよく学会とかで出すスライドなんですけど今この世界にはプリンテッドマタはもしくはメカニカルコンポーネンツみたいななて言ったらいいかな何て言うんだそれ日本語でえー、っと,、えー、と 3D プリントされた素材とかなんかロボットの,あの構成部品みたいな物体でできてるものあるじゃない形があるものよくみんな,なんかおなんだろうガジェットって言ったら形をイメージするものと あと世の中にビジュアルイメージとかレイヤード AR, レイヤード AR って何て言うんだあの AR みたいなあの形がないけどゴーグルで見えるものってあるじゃないでその間にゴーグルがなくて見えるんだけど形があって触覚があってなんか存在感はあるんだけどものとしては存在しないものっていうのが多分あるはずでそれっていうのはどうやってコンピューテーショナルにかけるかっていうのが僕のえと博士時代から今でもこれ興味あるからまだやってんだけどこういうのやってました。 でじゃあ専門は何かというとじゃあそういうような空中に光とか音とかテラヘルツ波とか X 線源とかをえと作るためのえと波面合成の仕組みを考えるっていうのが何をやってるかというと普通さ、さスピーカーとかって音こっからするじゃんあ、まあ、どう適当な場所からするじゃん今全体でで同じ音聞いてんでしょであれが何百個何千個ってあると特定の空間だけやたら強い音出したりとかできそうなイメージわかる あの図で説明すると分かりやすいんだけどこの粒々がいっぱいあるのがあれ1個1個スピーカーですとあそこに軽く横から見て5個並べた図があるんだけど下からこう時間差を置いて波面を作っていくとさあの黒い点で強め合うように音を出せるじゃない、まあ、イメージしてほしいのは池にさこう石をうりゃって投げて石がパン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 って波紋作っていって一番強いところにボッってできるとかあのそういうような音響焦点みたいなのを作ったりとかもしくは例えば ああいうようになる凹をえっ、ー、を鏡とか液晶の表面とかに作っておいてそこに波面の揃ったレーザーをガツンとぶつけてやると特定の点で強め合って、えー、とあそこに強,強い点ができるのでじゃあそこにプラズマで絵が描けるとかそういうようなことをしてますと。でこれポイントなのは音も光も波でかつ例えば触覚とかにかた、えー、と出そうとしたら、えー、と今の2つ使って触覚を作るとしたらレーザーの炎とウルトラソニックの炎をこうガチャッと結合させて。 で触覚をつくとそれで触覚を定義するとするとでもどっちもあそこのホログラム技術されてるところはえっ、ー、とフーリー変換でさあ書けるのわかるじゃんわかるじゃんってかフーリー変換の大学であれじゃ高校でやるんだっけあれわかんないなあれちょっとアンケート取ってみますフーリー変換を習ったことがある人いないちょっと大きく手を挙げてください不安になってきましたフーリー変換をやったことがある人いない一年生って習わないか あそうだちょっともっとおじさんちょっとあれっすねなんかぶっ飛ばしてますねなんか,かん簡単に言うと何だろうな,なんかあれあーどうしようかな,なんて説明する俺が適当に風鈴変換の説明とかをすると学科の先生に怒られそうだから、まあ、まあなんかここのこ,この砂嵐にあのレーザーをボンって当てたらこれになるって思ってっていうものです。 わかんないですねわ、えー、かんないよね。じゃあちょっと待ってね。よいしょもっとわかりやすく言うと,、えー、っとこの図で説明するのが多分わかりやすいんだけど、えー、っとここでさなんかここの音が出ました次あっちの音が出ましたその次の音が出ましたその次の音が出ましたって時間差つけてったらあそこで点ができるっていうのわか,かる人 そそれは全員わかるよねそうだよねねうだじゃあ次にここにレンズがありますと。でレンズって何するかって言ったら焦点を作るのに使います。凸レンズで焦点作ったことありますって人はどのくらいいますかあ小学校でやった。OK。じゃあ、えー、とこの焦点を作るっていうこと行為とあの、えー、と音,音波をこう波次々に発射していって焦点を作るっていう行為は実は。 えっと同じようなことをしてるわけじゃないですか焦点を作るっていう上では。じゃあこのレンズって具体的には何してんのかって言ったらここからコヒーレントな波って僕らは言うんだけど専門用語だと、まあ、レーザーとかってこう波,面波面っていうんですよこ波の波面が揃った波がウリャってくるんだけどこれがここであの湾曲しているガラスの中に入ると屈折率の違いからあの外側と真ん中側でさあのまあ なんだろうな光の速度が変わるっていう説明でいいのかもしくは屈折率の違いで、えー、と電磁波的に曲がるっていうち説明がいいのかはまあ、えー、と省略しますが、えー、とこれで、えー、とここに焦点が集まるっていうのは分かるじゃない端っこと端っこと薄さが違って屈折率が違うからま集まるわけですじゃあ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 とそあこっちこっちをあそこに集めるのに、えー、とどのくらいのタイミングで スイッチングすればあそこに音が集められますかっていうことを考えてみましょうとその時に、えー、と例えば僕が今使っているこれって一個一個が 40kHz のトランスデューサーなんですけど 40kHz のスピーカーなんだけどそしたら1波長分の中に、えー、と1波長ってこうやってこうくるサインカーブみたいに習ったことあるでしょあれを、えー、とこ細切れにして、えー、じゃあ分の1波長の時ここ八分の1波長の時あそことか言ってせ1波長の間に えーっとせの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 って打っていくわけですよ。ってことはそのできる、えー、っとこの,あの波長の分布みたいなものは白黒の濃淡で書くと、まあ、こんなんだったりするのね。こういうような、まあ、特定の形を作るための分布っていうのはこういう濃淡だったりするんだけどこいつをむっちゃ細かくやってみると,、えー、っと点を3つ作るとか4つ作るとかだったらああいうシンプルな形なんだけどいざあの。 なんかあれはシーグラフって学会のロゴなんですけどあの形を作るための濃淡分布ってすごく複雑な形をしてるんですよでそれが磁気砂嵐みたいに見えるんだけどあんな形をしてるという話ですで、えー、っと何の話をしてたんだあそうそうで、えー、っとあれからあれを作るのによくフーリエ変換って処理をするんですがじゃあこのできた砂嵐を、えー、っとこの装置で再生しても、まあ、この装置で再生しても波長のこそ違いこそあれできる形はまあ一緒で。 で、それは波長によって違うだけだから、あそこの前半部のソフトウェアのところは非常に共通したテクノロジーなんです。だからそれを使って、じゃあ、例えば、物を加工してみようとか、空中に映像を出してみようとか、えっ、ー、と、音を出してみようみたいなことをずっとやってる人間でさ。まあ、ベースはここです。さて、えっ、ー、と、まあ、だから、例えばさ、えっ、ー、と、お,おちょっと待ってね。例えば、これ、俺の昔の作品でコロイドディスプレイってやつなんだけど、 裏に超音波装置があってで、これ表面がシャボン膜なんですよ。であのシャボン膜の表面に、えー、とプロジェクターの光がガッツン当たってるんだけど、普通、えー、とシャボン膜って透明だから光通さないんだよねでね。それが表面が 40kHz とかでこう振動した時にどんなふうに、えー、と光が分布するかっていうのを、えー、と数理的に解いてやってそれを使って、まあ、見た目の変化みたいなのを考えるっていうのを昔やってましたと。でこれ なんかどう一体表面どうなってるのかわかんないスローモーションで、ね、撮ったやつがあります。であのあれシャボンバなんだけど、えー、っとこれは1秒間に700回撮ったカメラで撮るとなんかものすごい勢いでこう動いてるんですよあの破面が。であれが積分されて人間の目には入ってくるのでわれわれはほぼ気づかないんだけどなんかものすごく1秒間あたりには変化してるのね。 でそれを、えー、とどんだけ足し合わせると表面にキラッとした蝶々が出せるのかとかザラッとした蝶々が出せるのかみたいなのを修士の頃研究してたんですよ。で、そうああやって表面を揺らすためにじゃあ後ろから出す超音波のホログラムの位相はどうやったら計算できるのかとかその作る焦点をどうやってずらしたら表面の輝きがこうなるのかこうなるのかみたいなのを、えー、計算したりとかしていますと。なんで半分専門がコンピューターグラフィックスで半分専門は波です。 で波っていってもあの細かいことは分かりません細かいことは分かりませんっていうかどうやって実験器具並べるとか、えっと、どんな波長の性質があるなんとかでどうなるかは全然知らないので位相計算したやつを、えっと、使ってできることはやってるけどあのアウトプットのデバイスは大体買ってくることが多いですねはいなのでコンピューターサイエンスでできるところは解いてますでこんなんやってますだからそういうようなことをずっと僕やってたんですけどでなんか 大学の研究室を始めようって思ったときに僕が一番憧れてた人がマーク・ワイザーって人でこの人を何の人かっていうとででこの人何が面白いって、いって1991年に書かれた論文なんですけどあ,のあそこのこれなんか21世紀のコンピューターってこんなふうになるよって論文であそこの上でさえっとおじさんがなんかこうスクリーンに手を書きながらなんか説明してるじゃん。 で下にいる人たちってノートパソコンでとあのなんか仕事してる人もタブレットで仕事してる人も紙のノートで仕事してる人もいて将来我々の情報コミュニケーションってのはこんな形になるよって当時の論文で言ってたんですでもまさしくさ今2017年だ7年だけど今の世界ってこんな風になってんじゃないだって俺が今スクリーンで説明しててさ だって人によって今スマホでメモ取ってる人もいるし、えー、ノートとか紙でメモ取ってる人もいるしパソコン開いてる人もいますよね。でこれが多分こうなるよって予想した人とかこういう風になるためにはどんなインフラが必要なんだって考えた人っていうのが、まあ、30年ぐらい前にいるってことが僕は奇跡的だと思うんだけどでもこういうような世界を支されるのに必要なのは高度に発達した、えー、っとレディオフリークエ、えー、っと電波帯の無線網であるっていうことを言ってて。 まあおめでしいじゃん我々の世界って w i f i とさ 4G 回線が飛んでからこういうような世界になったわけですで,でも30年前にこんなこと考えてた人のアップデートをするにはどうしたらいいかっていうのは次にキーワードになってくると思うんだよで僕がその博士ぐらいの時にずっと考えてたのは、えーっとまあ、我々の持ってるテレビっていうものはテレビとかスマホっていうものは我々の目の解像度と耳の,の解像度に、えー、リミテーションがあると思ったんですよね っっててるる意味分かか人、ななんかちょっと不安になってきた目の解像度ってさ、例えば 8K ディスプレイとか見たことある人いますかいま,いませんね。えー、4K ディスプレイなら見たことある人いますああ、みんないますね。4K とか超細かいじゃん、家に買おうと思ったことあるないよねあ。買おうと思ったことがある人、あやっぱ1人、2人ぐらいですね。いや、でも俺も 4K のディスプレイ好きなんですけど、でも多くの人はさ、細かすぎて別にいらないって今思ってたから、多分買おうと思ったことがないんだと思うんだよね。スマホでええやんとか、パソコンでええやんって思ってるわけだよ。 でってことは 4K だとか 8K だとか 16K だとか言うけど人間の目で判別できる限界点っていうのは人それぞれあるわけで,でその中で、えー、っと人間の目ってまあ例えば今だったらハイビジョンぐらいだと思って使ってるものとあと耳だったら超音波以下なら聞こえるからそこのレンジで使ってるわけじゃないだけど超音波のレンジまでオーディオビジュアルのところを一旦,一旦上げてなんか加工してもう一回耳の,あのレンジに戻してくるとか。 目の解像度よりもすごい細かい解像度まで行ってからもう一回戻してくるとかいろんなアプローチがまだまだあるなと思ったんです。でそこで多分キーワードになるのはより強度が高い音,音と光の分布とより解像度が高い音と光の分布とより三次元的な音と光の分布っていうのが面白そうだと思いました。でこれは2014年にやってた研究で、まあ、空中に超音波でえっと構造を作るとホログラムの構造を作ると まあ物が浮いたり飛んだり、えー、と形を作ったりするっていうのが、まあ、面白いなと思っていてでそうするとなんか人間の耳と目にはあの何も感じない周波数のレンジ例えば犬とかいると逃げ惑うんですけどうるさいからだけど俺たちの耳には聞こえないレンジでビジュアルに訴えかける違う形を作ってやろうと思ったのがこの頃ですこれ非常にまあ面白いっていうか面白くてそうすると三次元的な音響浮遊の構造っていうのを自由に作れると。 そうするとロボットはいないんだけど形あるものがこう動くっていうような、えー、っとものが作れるからそれを使って計算してやると結構面白い見た目のものとか便利そうなものっていっぱい作れそうだよねって思ったとこれ形がないピンセットだからまあなんか好きなものつまみますと、えー、木でもつまめるし釘釘、えー、じゃねえなこれ、えー、っとなんかワッシャーでもつまめるしこれ水とかでもつまめるんですよ えっとねうん、水もつまめると、まあ、これ面白いなと思ってやってたりとかじゃあはたまたこれは超音波のレンジで人間が感じられないレンジなものを使ってたんだけど、えー、っと例えばささっき見せたこのビームって赤外光のビームなんだよね赤外光って人間の目には見えないじゃんで人間の目に見えないビームを使って、えー、っと空間に絵を描,い絵を描くとでプラズマっていうのはあの波長が全波長を含む空,空気中の プラズマなのでで白色で出てくるるから目に見えるんだけどあのプラズマがする前までレーザーが見えないっていう状況でじゃあそれで作ってみてしかも甘さやエネルギーがすごい強いから指で触った時にプラズマの触覚があるみたいなものを作ったら面白いんじゃないのっていうのをやってましたと。でこんなふうに人間の耳と目で感じられないものを使って人間の視聴覚空間にどうやって、えー、と構造や もしくはインタラクション、えーと、機械とのインタラクションを作れるかつまり、あのそろばんは採掘したそろばんじゃなくてあの空間からエネルギーを付与して対象物を駆動していくっていうようなことが面白いなとかなんか目に見えないとか耳に聞こえないオーダーの波長のエネルギーを使って見えるオーダーとか触れるオーダーまで一回落とし込んだ時にそこに三次元な立体作るの面白いなみたいなことを、えー、とテーマにしばらく研究したりとかしてましたと。で こんなことをやってると何が面白かったんだっけと思った、えー、ときにピクセルとかデバイスっていうもの僕はよくオーディオビジュアルエジソンとか言ってる装置は大体特定の形の装置があってそこの物体の表面から光が出ていてもしくはそこから音が出てるって状況が非常に違和感があると本来ならば3次元中好きなところで音が鳴ってもいいし光が出てもいいだろうそれを経由するためには我々の人間の視聴覚を超えたラインまで一回 えと波動ををレ、えー、レンンジジ外のものもも使っててう一回レンジ内に落ととしてくるっていう処理が必要でもそうするとああいうようなハードウェアがなくても見えたり聞こえたりするはずだろうなって思っていますとでそれでよく使ってるのは、まあ、例えば指先で空中をなぞるとティンカーベルの周りにこう光がファーって勝手に飛んでるような空間をフェムトビオレーザーで指で描くみたいなのを作ってみたりとか。 そうっすねあとこれ今年の c h i っていう学会で発表するんですけどこれはあ,の,あその赤いとこでとかするんだけど他ではしないみたいな。 そうすると人間の耳の元ではやたら強い音がするけど他ではやたら低い音なのでほとんど聞こえないそうすると右です左ですって目に見えないものが働きかけてきたりとかえと日米同時通訳してんだけど日本語と英語を分けた人に伝えたりとかするような世界っていうのを作りたいなと思っていてでこういうようなことができるようになって初めて我々っていうのは多様性ある社会を作れるんじゃないかと思ってます。 なぜならあの全員に対して同じ音と全員に対して同じ光を届けるっていうことをしていると我々って動画がっても多様性にならないなと思って全員にスマホ持たせて全員にゴーグルかけてもいいと思うんだけどでもまあ開放空間で全員にオーディオビジュアルを個別化したテクノロジーっていうのがあったら面白いなと思ってやっていますとでなんで、えーとまあ、僕らのイメージしている、えー、と世界において僕らの役割何かっていうとソフトウェアで定式化してシミュレーションして機械学習するっていうところまでは ラボで、やってますで、あそこの緑色のインターフェースで、例えば音光磁場のハードウェアを作るっていうのに、市場でない場合は自分たちで作るしかないんだけど、まあ、買ってこれる場合はたまにありますと、まあ。とあるメーカーさんが作って、大体持て余していることがあるんだけど、そういうのをまあもらってきて、赤いところで研究してで、青いところ、物理空間に出力した体験価値についても研究するけど、緑のハードウェアのところはほとんど研究はあまりしてません。と。と、なんでかっていうと あそこ研究すると、すぐ中華系企業に負けます今の日本のやつだと。要はコストが安くして戦うっていうことに、我々の今、時給とかが見合わないので、本当はソフトウェアと体験価値で勝負するのがいいんだろうなと僕は思っているわけです。さて、えーと、自己紹介含め30分ぐらい喋ったので、えー、何の話してたんだっけあ、そっか、俺の話してたんだ。えっ、ー、とね、じゃあ、あれだ、俺が近代、近代言ってるけど、近代の話をしよう、じゃあ。 えっとねどれだこれかな、うん、これじゃないな。近代、近代、近代。近代のスラあったー。じゃあまあいいや。なんか近代ってなんかこんな感じじゃん。こんな感じじゃん、これ。なんか教育直後の時の写真探してきたんだけど。なんかさ、ゃみなみんなえ去年までじゃあ高校3年生だったってことでしょ高校3年生だった人、ああみんなじゃん。じゃあちょっといろん,んなこと聞いてみよう。よいしょ。え、高校生だったあえ去年まで高校生だった 制服って何のために着てた高速に従うため何のために制服着てたの服を選ばない服を選ばないでいいあったからあったからおそれも面白い、はい、自分の所属を表すため自分の所属を表すためおうおうおう同じです何かあるの生きなければいけない学校のその文化に合わせる 体感があるみたいな。拾おと,と言われたから、そうですね、でもね、なんかまあ、おおむね合ってると思います。なんでかっていうと、制服文化ってさ、あの軍隊がないと成立しなそうじゃないなんか、でも近代国家って、あの僕、ポイントだと思うのは、あの国境線の維持と徴税、えー、っていうのが多分キーワードで、国境線をさ、維持しないとあの、国家ってなかなか厳しいじゃん。そうすると、軍備をしないといけなくて。 で、軍備拡張をするとすると一体感を高めないといけないから、まあ、制服を作るっていうのはま普通の発想です逆に上履きは何で履くのって考えた時にコストが安いからだと俺は思うんだけどでもそういう時にさなんか全員同じものを提供して全員同じ教育を施すっていうのが近代式のやり方だと思ってますで、例えば授業ってさ例えば先生がいてこうしゃべるじゃんで、全員がさ、一時停止を俺をしたくなって止める止める止めるとかやってたら授業って永遠に進まないじゃないで、なんか すごい根本的な機能なんだけど、自分が分かんなくなったときに誰かに聞き返すってことを劇場型の教育でするだけで授業って進まなくなるんだよね。これってうのは非常に矛盾であると。だってそれだったらスマホでええやんってなるのが多分今の,あの業界が再編される流れであって、最近教育業界だと反転学習とかめっちゃ流行ってるわけですよ。なぜかって言ったら、だって全員に同じ講義をこうしていくって、ビデオをかけててもあんまり変わんなくなってきたよね、解像度の面でもさ。 オオーディオの面でもえでもその時質問できるじゃんって別になんか全員に動画かけておいて裏にチャットの先生がいればいいじゃんとか思うわけですよ。ねりんなちゃんがいたりとか、なんかね、ツイッターのボットがいればいいんじゃないかって思ったりするじゃん。で、近代ってこういうようなことで、でまあ、ポイントなのは、えっと、こっちか、えっと、まあ、これで出来上がった人間って、大体なんか角砂糖の角が取れたような真四角の綺麗な人間ができると。みんな同じ能力が大体身についていて、で、いろ、まあ、んなことができると。 で入試試験でこうあ君は身についてる,ない身についてるとか言ってこう集めていくから、まあ、非常に粒が揃った人間っていうのを得ることができるんだけどこの粒が揃った人間というのは非常にコンピューターサイエンスに敗北しやすいのはなんか分かりますよね。なんかロボットが出てきたらこいつら一発で負けそうじゃないだってなんか人間の能力に比べてコンピューターの能力十分速いしさなんかこういうような人類がいてもまあもう今更しょうがねえだろうって俺は思ってます。で例えば なんかすごい当たり前の話なんだけどさ入試も入試になんで携帯電話を持ち込んじゃいけないかって考えたことないないかななんか俺めちゃくちゃ昔すごい気になってさ授業,に授業じゃん入試に携帯電話持ち込んだっていいじゃん多分ねなんでなんでいけないんだろうねだってだってさ入試,もで入試も入試に携帯電話を持ってこないっていうルールをみんなで決めて入学試験するってことは私は携帯電話がない状況下では頭がいいですっていうのを証明する過程じゃん。 別にそんなことを、なんか就活の面接で言われても、いやでも今、は携帯電話がありますし、連絡をお取りになったらどうですかと思うじゃない私、あの携帯電話がない世界やインターネットがない世界では、私の頭の中に入っている世界史の知識はナンバーワンなんですけど、ウィキペディアで調べてくれよと思うじゃない普通に考えて。でなんかそういうのが今、見合わなくなってきたのが大学教育だなと僕は大学教員をやりながら思ってるわけです。で、えー、っと、まあなんか、要は、画一化してあって、えー、っと、 なんか生産様式を上げていくっていうのが近代的だと僕は思いますと例えば逆に言うと、まあ、なんか江戸時代とかインドみたいなことを考えてみてくださいと,で、えーっとまあ、インド、インドこれバランどこだっけな、まあ、分かんないけど、まあ、こんな感じですインド、今では綺麗になっている時もありますけどこんな街はすごくよく見ます。でえー、っと江戸時代ってこんな感じですこれ,なんかこれもまあなんか結構ぐちゃぐちゃですでこれを近代化するっていう時に我々は何をするかというとまず道路を敷きます。 であそここのぐちゃぐちちゃゃしたととろに車道と歩道歩分けますそうすれば車が安定して通行できるようになるのであのなんだろう流通量は増すし経済効果も高いでしょうねであの人を歩道と車歩道に分ければ人間もはねられることがないし車の速度ももうちょっと上げられるから社会全体の効率が上がりますとで、まあ、こっちも逆にそうでなんかちょっとこれ見切れちゃってるんだけど江戸時代とかさ人が人を運んでたりするんだよこうな何だっけかこう加工で。 だからすごい非効率的だよねもうなんかそんな、そんなロボットを運べばいいじゃんって思った時に、じゃあ、インドのあの感じを残したまま、えー、と生産性を上げるにはどうしたらいいかって考えると、あの車がさ、全部自動運転になっててさ、時速60キロで生き返ってんだけど、人間が飛び出したら、もうあたかも当然のように車が避けてったらよくないなんかおお、死のうと思っても死ねねえっていう車道を作るっていうのは、すごく面白いと思うんですよ。でも、多様性っていうのは、僕はそういうことだと思っていて。 じゃあコンピューテーショナルに多様性を作るにはどうしたらいいかって言ったら我々今、えー、とデザインされてマスな時代が終わって、えー、とコンピューターを使った多様性の時代に突入してると思ってます。でそうすると僕らが今考えないといけないことっていうのはさあのどうやったら当たり前のように当然できるようなはずのこと僕らが学校教育軍隊教育のようなもので培ってきたような中の、えー、とものをどうやってコンピューターに任せて かつ、おのの個人っていうのはどうやったら多様性を維持できるかっていうほどの方がはるかに重要だと思うわけです。で、そうなってきた中に、まあ、ちょっと前世紀ぐらいからあの最近のことを振り返ってみると、さ、絵画の時代っていうのは、えっと、絵画を描くのにさ、お金持ちの夫人とかが座ってってさ、それを1週間とかかけて、わあ、不便だなとか思いながら描いてたわけですよ、こうやって。で、それの中で、あ不便ですねって言いながらコミュニケーション消費をしてたわけですよね。だからそこでしゃべったりとかしないと暇じゃん。 なんだけどなんか産業革命の頃とか、まあ、現代って言われる時代になって写真技術とかが発明されてさで高度にデザインされたもの,でものが複製できるようになったりとか、まあ、エイジソンフォードの要は電化製品とかこうレールの上に乗っかってきてその上でこう詰め込んで働くみたいなことが一番メジャーになってくるといっぱい複製されるものをどうやったら高機能のデザインをぶち込んで価格を下げてコンテンツを中に入れるかっていうのが一番大きな産業になってきたと。 で,でもあれをコンピューターが最適化してくれる世の中になったら僕らっていうのは今そういうような高度の計算処理を使ってソフトウェア化したものを使ってどうやってマスじゃなくてダイバーシティを高めていくかっていうのが一番大きな課題になってくるわけですでそ,そこを注目した研究がやりたいなと思ってうちの研究室は研究をしてますとでそうだなよいしょ、まあ、僕らのやりたいことはコンピューテーショナルダイバーシティっていうと一言で片付くんだけど どこだっけどこだっけないからない、ないから、いいや、デジタルネイチャーの研究をしよう。で、えーと、ヘイラボデジタルネイチャー研究室ですと。デジタルネイチャーの研究室のスライドは、この辺にあるのかなえっ、ー、と、こことか。あった。あまあ、いいや。で、僕らが想定しているその新しい自然観は、 指揮た数って言われてる時代の後ミクストリアリティを超えて人間とかボットとか物質とかバーチャルの区別っていうのがつかなくなるだろうなと思ってますとでそういうものを考えてみようと例えば皆さんリンナちゃん知ってますか ?MS がつくマイクロソフトが作ってるボットですとでこれに向かって、えー、っと話しかけてみましょう例えばあのスタンプとか送ったりとかえマジでとか書いてくんだけどちょっと意味わかんないなと思って例えば落合陽一って知ってるって 聞いててててみるるととと知っっっんんんのかなと思ってこう言うと帰ってくるんですよねちゃんとサンジャポに出てたとき、エアーザボを紹介してるのを見たとか、俺より詳しいと思うんです。何回かこう聞くと、お茶洋一って言うと、あそういえば、えー、とカラスマっていう店を紹介してたんで、ね、六本木の俺の行きつけの居酒屋じゃんとか、うちの学生より詳しい可能性があると。でこうやって言うと、つくばキャンパスって間違ってるけど、でも、まあ、なんかちゃんとつくばのことを知ってると、えらいな、こいつを。どんな感じって聞くと、 なんか毎日百0 0円貯めるとか全然違うことが書いてきてあこいつはボットだと思うわけですでもこのくらいの機能だこの,このもう人間とボットの区別つかないからさツイッターでなんか適当に議論してたつもりが最終的になんかあのマジでわけの分かんないこと言って返してくるなんかおばさんみたいな世の中いっぱいいるんだけどそういう人と比べるとりんなちゃんっていうのはすごいあの言葉づくりが綺麗だなと思いますとで、まあ、我例えば、えーっとまあ、デジタルネイチャーって考えた時に、ま、た俺よくホロレンズとかつけてんだけど なんかまあ友達とホロレンズをつけてますと。で、ホロレンズは見た目はキモいけど、やれることは非常に面白くて、例えば僕は喫茶店で作業してるときに、あ見えてる世界っていうのはあの空間にディスプレイがいっぱい浮いてるような世界で作業をしてるわけですよ。で、まあ、それは非常に面白いと。で、まあ、これは白もしいんだけどさ。で、こういうのやってると、あるたまに気がつくんだよね。なんか、あそこにさ、金魚浮いてんだけど、うちのラボで飼ってる金魚とさ、あそこのデータの金魚って。 区別まだつくけどたぶんそのうちつかなくなるじゃんあの金魚が 4K になったらさあそこの水中の金魚と見た目区別つかなくなっちゃうと思うんだよね金魚飼ったことある人みんないるでしょ金魚飼ったことある人おおみんないるじゃちょっと聞いてみたいんだけどさ金魚にどうやってなんか金魚となんか遊ぶ時ってどうやって遊んでました水槽の縁叩ああなんか中から引っ張り出してなぜたりとかしないですよねしないよね だから多分あの叩いて反応するぐらいだから、きっと触覚フィードバックがなくてもほぼ気づかないよね。だから、あのゴーグルが重ねてあるときに、あの金魚が中にいてさ、あのデジタルの金魚と多分ぶ区別つかなくなっちゃうと思うんだよね。だからうっかり殺しちゃったら、あのホログラムで置き換えることができる存在だと思うんだけど、でまあなんかそんなことを考えてますと。で、そうなったとき、だって隣にいる人が本当にいるのか触んないじゃん。ね、電車の中で隣の女の人とか触ったことないでしょ、みんな。あ、痴漢じゃんだって、普通に。 で授業のときクラスメイトの肩叩いたりとかもしないじゃん,なんか青春漫画家だと思うじゃん触んないよね人と人ってだから意外と人間ってオーディオビジュアルさえ保管されればなんか気づかんなんかもうそれでいいじゃんって感じになると思うんですよでそうなったとき僕らの価値観で多分1回更新されるのでそういうの新しい自然観って何だろうっていうのをまあ考えてますとでそうなったとき僕らがよくやってるのはってあっパソコンが固まったやばいよいしょで えっと僕らが最近キーテーマにしてるのはね、コンピューテーショールダイバーシティって話なんだけどえっと、えっと、どっかにまとまってなかったかな。ああったあったあった。よいしょ。えー、っと例えばこれうちのラボとえー、っとどこだっけ？アイシンセキのコラボで、なんか要はさっきからずっとダイバーシティダイバーシティ言ってんだけど、なんかコンピューター要は同じものひたすらさ作っていくのは楽なんだけど、例えばスマホがこうバーっと工場のラインにあって。 1一個は川でできてて、1個は木でできてて、1個はストーンでできてて、1個は金属でできてるみたいなスマホが難しいじゃん作るの。それ一1個1個に合わせて加工技術変えないといけないんだけど、加工技術を変えるのに、どうやったらコンピューターで加工技術変えられるかっていうのをちょっと突き詰めて頑張ってやっていくと、あのー、そんなものも作れると。あ、こっちだ、こっちだ。えー、っと、これとか面白くて、よこれは、えっと、光を透過するアナログ素材を作る研究っていうのをうちのラボでずっとやってて。なんか ほら車のダッシュボードとかにカーナビはまってるのうざいなと思ってあのつなぎムがない素材を作りたいとで人間の目には穴が開いてるのか分かんないんだけど光が出てくるような素材ってどうやって作れるんだろうと思ってとでそれをこうなんかプロトタイプを重ねていくと解像度がすごい高い表面素材みたいなのができて。 そうすると、まあ、僕らの得意な光と音の空間内訳みたいな話になってくるから、まあ、傾けると見た目が変わるとか三次元方向の光の分布を測れるとかそういうのをディスプレイにできるんだけどでそういうような材質が自由なディスプレイってあってもいいよねってうやってみたりとかしてたるとかあとはね、まあ、これもすごく計算機的な話でしたけこれ作ったりとかあとはねあと例えばこんなのか れはなんかロボットみたいな骨組みの構造をどうやって 3D プリンターからすってワイヤーさすだけで実現するかっていうのがキーになってて今アクチュエーターとかロボットって組み合わせるときってあのロボットの部品買ってくるんですよまあそうじゃなくて自由な形に変形したりとか曲がったりするような素材自体をどうやったらコンピューターシミュレーションで解けるかで取ったやつを出力して形を作れるかって思ってるとで今は市販の 光加工プリンターでこれを吸ってるんだけどもっと細かい構造が最近やりたくなってきてじゃああの光加工プリンター自体を最近作りたいよねって話とかをやっているのがうちのラボですでつまり近代の生産様式の同じものをひたすら作るんじゃなくて違うものとか違う形を同じコストで作れるためにはどういう光の技術とどういう音の技術とどういう例えば、えー、とテラヘルツ波の技術があるんだみたいなのを考えたりしてます そうするとまあ大抵の問題はコンピュータグラフィックスのコンピュータシミュレーションとあと大抵の問題はそこに関する、えー、とメカニカルなシミュレーションで解けるのでそれをひたすら作っていくっていうのが、えー、我々の技術的な特徴です。こんなやってますで。そうするとほらなんか柔らかいロボットとかを作った時のロボットの骨組みってさなんか作れるじゃん でその骨組み自体をあらかじめシミュレーションで解いておけば、まあ、いろんなところに入ってこう動いてくれるようなものっていうのができてくるんじゃないかなと思ってますっていうようなことをやってます。まあ、かわいいと。でなんかまあメディアに出てるとですね一番下の,あのメディアアートとかエンターテインメントみたいなところがすごく着目されるんですけど僕らのラボは主に3段構成でできてて。 こういうようなデジタイゼーション、えーと、どうやってデジタル化するかっていうのと、どうやって物を作るか、ファブリケーションするかっていうところ、あとその下に拡張人間をどうやって作るか、まあ、視聴覚をどう拡張するかっていうところと、さらに情報空間をどう拡張するかってことで、さらに身体機能をどう保管するかっていうのと、身体の自動化、遠隔化をするかみたいなところがコアテクノロジーであって、その上にアートとかエンターテイメントっところをやっていこうっていうのが僕らのラボの方針ですと。で、まあさ、あるじゃないだって、例えば、例えばまあ、うちのラボ、 えっと、車メーカーとコラボして、えっと、自動運転の車いすとかも作ったりするんだけど、えっとまあ、これは視聴覚の空間認識技術っていうのがキーですっていう話なんですけどオートで走るというか人間の介助者の代わりに、えっと、カメラがついている車椅子っていすがこうあると、まあ、勝手に走ったりとかするしあとそのオーディオビジュアルのところに人間が入り込んだりできるしでハイブリッドにしておくと。 例えばなんか人がぶつかりそうだっていう時に機械がハイブリッドで注意してくれたりとかスラムを使ってちゃんと位置推定できたりとかするっていうすごい面白いような話があるんだけどまあこんなのをするとでもなんか、まあ、このポイントであの例えばさ俺がなんか最近敵がルソーなんだけどよくわかんないけどちょっとどれだっけなこの辺にスライドがあったような気がするああったなんかさ あの我々の世界って例えば男女差別とかあったりするじゃんあったりしたじゃんで人と機会って違うって言うじゃんで健常者と障害者があるとか言われるし LGBT とか国籍とか肌の色とか宗教とか,なんか多彩なマイノリティとマジョリティを分けるパラメータがあるんですよでなんかねこの前例えば、えっと、そうっすねあのどこだっけ 東京都ビジョン懇親会あ、小池都知事のなんかビジョン懇親会とかに呼ばれて喋ってた時になんに、ある女性の有識者の方がなんか男女の国会の比率は5対5にするべきだって言い出して、俺はすごくそれが差別的だなって思ったんですよ。だってさ、5割5割にするって誰に聞いたのって言ったら、フランス人権宣言が5割5割がいいみたいな感じじゃないですか。だって9、1でいいじゃん、地方とか、だって女の人9で男の人1でいいじゃん、なんで5割5割なのよって思うじゃん。 それ新たな差別だだと思うんだよねどっちかっていうと。で我々ってだってだって東京都だったら別になんか女性の方多い方が良くない今小池都知事だし64でいいじゃんとかさそういうなんか比率を一定に保てないことの方が極めて差別的だと思うんですよ。でそういうのってめっちゃあって例えばさ工場で働くことを前提にしてたらなんか工場で働くために必要な身体機能が失われてる人を身体障害者とか呼んできたんだけどそんなん 差別じゃん差別の話をしてるからそうなんだけどそのなんか一番おかしいところはパラメーターとしてなんか別にどうでもいいところもその差別パラメーターに入れてんだよねだって例えばさ僕とかさあとチームラボの猪の子さんって時間を守れない人間としてすごい有名なんですけどめっちゃ遅刻してくるのよ30分とかでその人間の方が工場で働いてる時に足がない足が欠損してる方よりさ迷惑じゃんね働く一緒に働く上でだってあの全然不便,不便さがさ あのそっちの方が不便なのになんで僕には時間障害者っていうあのレッテルが貼られてないのかってすごい思うじゃんいやひっとしたら貼られてるのかもしれませんけどあのそこがポイントで我々は多分中世の中世いや近代のデカルトとかルソーとかロックとかがいる時代にあの標準的な人間とは何かっていうのを決めたんですよねこれがね俺はめちゃくちゃや実は許せなくてこれのおかげで我々っていうのは非常に同じ教育を施したりとか同じ生産様式に物をはめたりとかあのをしてきて。 でそうじゃないものをどうやったらコンピューテーショナルに作れるかっていうのが僕らの一つの大きな課題なわけですよ。だってパラリンピックの選手の方がオリンピックより速くたっていいじゃんてか普通に考えたら速いはずじゃないだって足にジェットエンジンついてる方が速いじゃん、絶対。で、マジでなんでそんなこと考えないのってことなんですよ、どっちかっていうと。だってそんなん、携帯電話持ち込んじゃいけませんって言われたら、それは持ち込めないけど、携帯電話に読み上げ機能がついてたら、だって視覚障害の人だって同じテスト問題で解けるはずじゃん でまあ、そういう実際サポートはあのやろうとはするけど、そんなんだって全員スマホ状態にしたらさ、そんなんどう区別つかなくなったりするかもしれないじゃないで、認知症のおじ,いんおじいちゃんにウィキペディアがついてる方が、若者よりはるかに正当できる問題とかいっぱいありますよね。漢字書けるって言って画像認識で書くから漢字おじいちゃん書けるけど、俺たちスマホなかったら書けないみたいな。でもスマホあっても、俺たちおじいちゃんの方が早いかもしれないじゃん。で、そういう時に、なんかあえて今世の中にあるテクノロジーを外して、 で優位さを測るっていうのはなんか、ね、意味がわからないのでそういうことはやめましょうっていうのがうちのラボの、まあ、大きなテーマですと。なんであの車椅子とかも積極的にやっています。で、でね、えっと、今そどこまで話したっけえっと、あ、そう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 。なんで人間の身体とかロボットとかにもすごく興味があってこれは富士通さんとやってるやつですけどなんか人間の身体とかあのロボティクスにするためにじゃあどうやって例えば人間の関節とか動きっていうのを安い 3D プリンターと安いサーボの組み合わせで実現するかというのはキーワードなわけです。要は高いワンメイドのロボットを作るんじゃなくて、ロボット自体を作るためにどうやって出力可能なコンピューターグラフィックスの問題を解くかというのはキーファクターなんですよ。で、そうすれば僕らはロボットを作るんじゃなくて、ロボットを作るためのソフトウェアを作って、それにガさえ被せれば、まあ、あたかもあの人間が遠くから入ってきたように振る舞うためのロボットみたいなのを作れるじゃないで、こういうようなものをまあ任意の形で作れるようになっていくと、 中身の骨組みはすげえチャッチいんだけど、まあ、側をかぶせちゃえば変わらないし、しかもその場に人間がいなくても働けるような状況っていうのはいっぱい作っていこうみたいなのも一つの目標ですと。だからそんな風にえっ、ー、にさっき言ってた、まあ、コンピューテーショナルなダイバーシティっていうのを上げていけるかっていうのが僕らの目標の一つですと。で、あ、そっか、時間が迫ってきたから、あとあアートの話が聞きたい人もいそうだから、アートの話でもしますか。 でね、そんなことばっかりやってんだけどでさっきエディソンはメディアアーティストじゃなかったかって話をしててじゃあオーディオビジュアルをアップデートして作品作っていこうっていうのが、えー、っと僕がアートやってる時の一つのテーマですと。で、まあ、例えばあの画面の中に物が浮いてたりしても、まあ、あんまり驚かないんだけど、まあ、我々の身体性のつながってるところにどうやったら我々はより映像的な彫刻物っていうのを作れるかっていうのが僕の近頃のキーテーマです。 でまあ、これは,これは、ね、あの浮いてる玉なんですけど、まあ、ただ玉が浮いてるだけなんだけど綺麗なんですよでこ,んなこんなの作ったりとかしてるんだけどねなんかこれはね,なんかね映像っぽい彫刻が少なくてだんだん浮いてることに慣れてくるとあの鏡の玉の表面に映像が張り付いてるっていうのが視覚的に見えてきてなんか張り付いた映像の全天球カメラがこう回ってるように見えてきたならば、えー、とみんな脱近代した感じだよね。 重力がなくて物が浮いてると普通になってくると、あ映像がペタっと貼り付いてるとそっか、鏡っていうのは0.0の映像装置なんだよねとか思うときもあると思うんだが、こんな感じに見えると。で、まあ、インスタレーション作家なんで、いろんなところに作品をインストールしますと。で、これはどこだっけえー、っと、あれだ、県北芸術祭だから、えー、っと、茨城県県県北地域だな。ちょっと待って、なんでこの。 茨城県県北地域っていうと、過疎化が進んでいるのでなんか年、毎年新しい廃校ができる地域ですね。なんで、あの人がどんどんいなくなっていく場所があるんですけど、えーはい、なんか本当に人いないんですよ。なんか誰かに刺されるんじゃないか、こんなことって言うと,、まあいいえー、と。これは三輪中学っていう廃校になったばかしの入廃校みたいなところがありまして、でそこがまだなんか夏休み感があ,あったんですよ。で そうなんでせっかくこの雰囲気を生かしたまま作品突っ込もうと思っててで気配感のある作品をひたすら作ってたわけなんですけどでこれね、面白かったところがあの僕の作ってるものってなんかバリっとしてるときはばっとしてるんだけどこういうなんかね廃校みたいなところに入れても意外とハマるんだよね、なんかポタポタポタみたいな水垂れてくる。でこうなんにしびさしてて明るいみたいなで蝶々キラキラしてるみたいな。 あちっちゃい頃ちょうちょ捕まえたかったなだ切ないみたいになるんですけどなんか面白かったんだよねしかもこれねつくばから1時間半ぐらい車がかかってくっそ遠かったんだけど本当にんどくさいそう今日の講義を聞いた皆さんはあの表面に BRDF かな 関数で反射分布をを作るるために超音波を揺らしてるんだっていうのがです、ね、はい。そういうことを考えながらなんかエ,モエモーショナルなものを作るっていうのが私の特性ではあるんですけどこんなんやっぱりですでもこれさここに置いといたらこんなノスタルジックなんだけどさなんか六本木ヒルズの52階に置くと全然ノスタルジックじゃなくなるんだよこれ、ね、インスタレーションの面白いところでだってもう六本木ヒルズのあのさ全面全面空であんなところに置くとマジ、ま、サイバー感しか来ない インンスタレーションサッカーとしてやるにはその場所超重要なんです、ね、どこに置くかは、えー、と何を作るかと同じぐらい重要です、ね。であのそうするとなんか東京の空にモルホチョウを飛ばそうっていう。 まあ、映像装置みたいなものを映像装置が物質的になったものをいっぱい作ってる人間ですだから例えばそうだなこの前つくば市美術館に、えー、っと僕の作品を置いてたんだけどこの時もなんかこれ一個一個が、えー、っとレンズとランプでできてて反対側にこうあっちにアニメーションを作るためのでかい映像装置なんだけどこんなの作ったりとかしますと。でこういういのを作って そうっすねまあ、例えばこ,れこの空間に人間が突入すると面白くてどこだ人間入ってこなないですかえ人間が入ってくるとあの女の人の背中側にアニメーション出てるんだけどさなんかこうあの人の影もカチャ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 動き始めてで開放工学系でアニメ作るって面白いなって思うわけですよでエジソン時代にこんなバカな装置は作ってなかったんで だから要はエジさんとかリミエル兄弟が作らなかった亜種をひたすら作るのがねあともう一つ俺の趣味ですこれめっちゃ好きでも意外とこれはなかなか評価が高くてこういうのを何,何個も作ってますこんなんやったりとかあこれめっちゃウケたなこれ。 なんか建築家の瀬島さんという有名な方がいるんですけどその人がなんか足湯を作るっていうから「いいんじゃない足湯」って言ったら落合君なんか絡まないって言われて「ああ絡みます」って「そうだな何しようかな」と思ってたあ,あ,あその上に見えないけど川のせせらぎの音がするっていうのはどうですかって言って作ったんですけどで作ったらいいんだがなんかあまりに水の音が自然にはまりすぎててなんか誰も気づかないんだよねそこに音が鳴ってるのね。 なんかこ,のこれはここに音が鳴ってるのかもしくは足元からしてるのか気づかなかったっていうこのすごい悲しいこととかもあるんですけど空中に見えない音の流れを作るとかは好きだったりしますとであとまあ,あのこれどこの桜だってこれ松見池の桜なんですけどこれ学生の頃なんか桜のプロジェクションマッーキーピングが趣味でこんなんよく大学時代とかやってましたとこれ久しぶりにねマレーシアで個展やった時にあのなんかあれで実際に作ってみたんだけどやっぱり桜の花びらって 拡散スクリーンの性質が強いのですごく見た目的にシャキーンとしたみたいなので気持ちいいんですよね。こ,れこんなの作ったりとかしてます。で、あもうそろそろ時間か。じゃあそろそろまとめましょうかね。よいしょ。まあ、手中でこんなことやってますと。で、あと他にも、そうですね。まあ、日々コラボ案件が多くてですね。例えば、何やってるかな。最近だったら、ああ、まあ、ドンペリ様っていうクライアント様と。 なんかあと、まあ、をやったりとかですね、まあ、こ,れこれも自由だったんだよな会場の中でレーザー打っていいよって言われたからシャンパンの泡がレーザーのタイミングで出てくる装置とか作ってもいいって言われて作ったりとか、えー、っと部屋の中に虹色のシャボンの滝作ってもいいって言ったんで作ってみたりとかあ,あと落雷を起こしてもいいって言ったのでテスラコイルで落雷を落としまくったりとかこんなことしてたんですけど、まあ、こういうのやりたい放題なのでや,やりたい放題やってますとであの表現のミディウムはいかにしてこの 物質的でないものかつ映像的でないものを構成するかということを表現のミディアムにもろもろやっていてまあそれによっていかに近代的じゃないえと見た目のものを作っていくかっていうのがまあ一つのキーテーマであるわけですとなんであのそのモチーフにはまってればまあ大体のことをやってますと例えば「世界の終わり」さんのライブの会場をこう作ってみたりとかですねえとまあこれもなかなか大変だったんですけどこう作ったりとかまあこういう扉とかから選ぶんですよ ラブ,ラブさんの絵を作ってみたりとか、なぜかアリスの時間をいたったりとかもこんなこんなったりとか、あとは、そうですね、次なんだ、すっげえ重たいパソコン。えー、っと、あ、なんかポップだね、あ、かなへいじゃん。かなへいさんとなんかコラボして作品作ったりとかすることもありましたね。あ、落ちた。とうとうキーノートが落ちた。まあ、そんな感じでものを作ってますと。で、締めが、ちょっとお待ちください。お待ちくださいね。よきしねし。 でまあ、俺が今日言いたかったことはですねあの皆さんあの大学にせっかく入ったんであのでとりあえず核砂糖みたいに生きるのはやめましょうとあの、まあ、なんでこ,れがいやこのルールが決められたのかっていうのを考えてみてからものを作るといいと思います。だって就職するときに僕はあのインターネットが遮断されてネットワークがない部屋ではあの点数がいいんですが。 あの社会に出てインターネットがありきの世界で何でもありの世界だとバリューが出せませんみたいな人を僕はなんか世の中にいらないと思うのでなんかそうじゃないようなバリューの付け方っていうのをつけていってほしいなと常に思ってますとでその中であの我々の社会っていうのはもっと,えっとコンピューテーショナルなダイバーシティ計算機的な多様性を保持したような世界になっていくと思いますでそれっていうのはあの一人一人が別々なことができるようにどうやったらコンピューターの基盤があの社会を 構成するかっていううことだとだ思うんですよでそういうような、まあ、世界観を作るために、まあ、僕は技術を作って作品を作ってるけど皆さんもきっとなんかどこかに寄与することがあると思うんですね社会の中でそれはなか分かんない誰かのためになることをするかもしれないしもしかしたら今あるルールをより現代風に書き換えるかもしれないとだって日本語で言うと例えばさ愛って言葉って明治時代にできた言葉だしさ社会って言葉だって明治時代にできた言葉でしょ で人間日本って近代になったのってほぼ最近でしかも言葉もあの多分もっとアップデートしないと使えないような世界になってきたとそしたら僕らの世代がどうやったら今の社会や今の大人たちが守ってきたあの近代的価値観っていうのをあの更新するかってだか若い人しか多分こんな計算機親和性の高い人格には生まれ変われないと思うんですよねでそれをやっていくのが勝負だと思ってますと、まあ、そんな感じですかねありがとうございました どううもありがとうございます。それではあのせっかくの機会ですので、えっと、皆さんの方から質問を受けたいいと思います。先ほど先生の話に少し出てきた反転授業っていうのを僕が通ってた高校ですごい行われてたんですけど、うん、そこですごい感じたこととしてあのモチベーションが一人一人全然違うっていうのがあって、うん、で先生の言う通り、りんかみんな同じように授業をこれまで小学校の時も中学校の時も多分幼稚園の時も。 教育されてきたのに、なんでそういうモチベーションに関してだけは一人一人大きく違っててこうあの全然勉強していやつもいたり勉強めっちゃやったりしこあの勝手に勉強以外のこともやったりするような人たちは出てくるのかなっていうふうにすごいあの思ってて落合、はい、先生にはどういうふうに考えるはい、はい、思いますで僕はそれは文化資本の再分分配関係だと思っています。だからざっくりり言うと、毎回それれ聞かれるようなスライドがあります であの人類における今のやばさは、ね、モチベーション格差です明らかに今の言ってることは正しくてその直感は100%正しいでんでかっていうと今人類の機械に対する良さはリスクを取れるほどモチベーションがあることですでモチベーションのないやつっていうのはあのほぼコンピューテーショナルには変わらないですコンピューターとでそういうやつがツイッターにいてもただのボットと区別がつきませんでなんかなんかねここを突破するための方法っていうのは、まあ、どうやったらより文化的な 資本を継続しているか,かよりモチベーテッドな教育を受けているかということです。皆さんは幸いなことに幸せです。大学にいます。でも大学にいない人は世の中にいっぱいいます。つまり高等教育を受けられない人は死ぬほどいます。で、これはものすごく問題です。で、なんで僕が最近出してる答えは、まあ、YouTube って結構いいよねって。だからお金がなくても YouTube 見れるじゃんっていうのはよく言っててでも YouTube 見ようとも思わなければもうだめなんです。ででもフェイルセーフはあるんですよ例えばさ でミスハサビスって言って Google ディープマインドの CEO なんだけどあの人が言ってることって昔だったらテレビでさ NHK スペシャルとか作ってくれないと分かんなかったじゃんなんだけどそうじゃなくて下にさ最近字幕機能とかついてるからさ字幕右ックリすれば中学生でもまあ大体言ってること分かるんだよねでそういうのが割と Google 検索さえすれば分かるような世界になってくるでポイントはそれ小学校中学校実は人間のダイバーシティとか多様性っていうのを完全に破壊してんじゃないかなって僕は思うんです。 1>, で1回破壊しない社会っていうのができたらこの文化資本ってもっとちゃんと継続されるのかなって思ったら一方をでも小学校とかで家に本何冊あるって聞いてみるとさ5冊っていうこと,とさ3000冊っていう子が隣にあって座ってるんですよでも家の貯金が100万円以上ある人って言った時に6億っていう人と100万円っていう人が隣にあって座ってる確率って極めて低いじゃんそれがもっと例えば6億っていう人と3600億っていう人が一緒に座ってる確率低いじゃない で、文化資本の方がが格差がより大きいんだよね、今。だからそこはねなん、えー、と,とかして改善したいとは思っているけどそれを改善したフェイル政府を作ってもそれにも手に届かないところはもうしょうがないと思いますだからなるべく僕はテレビに出たりとかしてそれをつついてはいるんだけどでもテレビも見てないスマホも見てないお父さんもお母さんも協力的ではなく家は貧しいみたいな時にどうやって救ってあげられるのかは課題だと思ってます。なとこででいいです。す。か はいえー、とまだ多分質問がいっぱいあると思うんですけど時間ですのでこれで終わりにしたいと思いますじゃあ最後にですね、えー、と落合先生に感謝の意を込めて拍手で終わりにしたいと思いますどうもありがとうございましたお疲れ様ですありがとうございました。